Welcome to Gundam Rain。 どうも、シビです。さあ、今回高コスト、高校低低という感じですかね。高校中低という感じでですね、バウト、ハンマーハンマーという形でやっております。で、緊急機動ユニットを1ですね、本当に2入れたかったんですけど間に合わなかったっていう。コスト調整で、あれをさらに下げたかったんですけど、ガルバジー銃撃をもっと下げるっていう選択肢を考えてたんですが、2ぐらいあるといいよなと思います。拠点を占領した。手をお貸しします。指揮官から指示が届いていると。意外とあれ生き残るんですね、こいつね。びっくりするぐらい。もうココスとかガンガン使っていきますよ。意外と下行く人が少なかった系でしたね。仕方なし。回収完了だ。いい展開でございます。私的にちょっとこれはいい展開です。お、狙ってね。出たロックオンからのまぐれあたり。あ、これ敵や。味方じゃない。この液体敵なんや。あれ、超弾を使ってたのシース。金欲しいっす。これ緊急機動入れてる意味とは。もっと頑張ろうよ俺。ちょっと頑張りましょう。しっかりしよう。指揮官から指示が届いているぞ。くそー、期待にし。ここはいただきました。この拠点は俺に任せ。ハゲて、もうハゲてる。オーケー、ナイス、素晴らしいぞ。いいとつだ。だけどコストは負けない。だけどガンオンファイスで若干その低コストと高コストのゲージの緩さが変わったんですよ。それを大規模戦には導入してほしいなと思って、多分導入はしないと思うんですけど、すぐはね。ただあれで評判が良ければするんじゃないかなとは私思ってた。あれ、あの減り方いいよねっていう。具体的にゲージの減り方が違うんですけど、もうすでに採用され、いやされてねえと思うんだけど、極端に高コスト変調から変わる可能性もあるわけですよ。本当に低コスト好きなんで、ぜひいいと思うよって言ったんですね。いいと思うよってなんだっけ、何の言ったっけ。いいと思うよ、なんだっけな、それ分かんない。まあコメントで出たら出ちゃう。レーダーぐらい問題じゃねえ。なんだっけ、気になりだしたら止まんないですよね。こんなの傷のうちに入りません。いい腕してんな。言ってしまわれた。シュールなら最強。高速切りが1を入れておりまして、まあ、どっちでもいけるかなという状態になっている。器用貧乏にならないように頑張りたいですね。基本はだけどこっちですね、1番。
実弾。おお。ナイスショー。オーバーヒートですから。敵軍補給艦ピートが配分された。ザクシン、しぐせ。敵軍補給艦ピートが。どっちも行きます。いい機体じゃないですか。向きだ。いい武器じゃないですか。まあ美容師でもいいかなっていう射程、その射程レンジギリギリでやることはないので、まあこのマップなんかは別ですけど、いい機体だなって思いますね。いや、いい武器だないや、まあそれを持ってるからいい機体なんですけど、今まではねビームだけで、ビームコーティング、だけどビームコーティングの低減率が下がったら、軽減率が下がったら普通に使えるようになると思うんですよね、そのビーム系、ジオンのビーム系機体が。まあでもダメではないんですけど、押してる押してる、いい感じ。回収を優先して回りましょう。これくぜ。ダメでした。回復戦車が意味がない。出撃する機体を選ぶがいい。勇者。出撃する地点を決める。お総勢なんでね、このお総勢モードになればジオンは強い。ただ後ろ、まあこのマップはしかもまあ北とレーダーもしっかり見ててすごいですね。裏方もしっかりしてるんで、これはかなり盤石な展開でございます。意外とブスの長い。あそこ降りると思ってたんですけど、夢外れた。補給艦ビーコンを破壊した。出撃する機体を選ぶがいい。一番こいつが早く待ってた。いい子でしょ。一応シールドブレイクを入れてます。それがなければ70秒。まあ、電報シールドも強いし、ビームコーティング上から削れるっていう意味で、まあ、入れております。手をお貸しします。自軍補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導を頼む。めっちゃ見られたんですけど、狙いやすいですからね。やめて。どうした？それで終わりか。まあ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 、ああだからこそマイナスか。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。1、2機目回ってまいりました。この時は3からかな。どうもね、ごちゃごちゃってしてる集団戦だと横をつきたい動きをするんで、横をついてで、ついてないんですよ、結局。つけてないんで、こういうマップ、開けたマップだと、より上の方、1の上っていうのは敵が少ないんで、横をつきやすいっていう意味で、1の方を私は無意識的に選んでます。この3をご了承するより、これはなんか正確でしょうか。私の立ち回り上ですかね。ここからもう行くと横し危ない。指揮官から指示が届いているぞ。修理しましょう。そうですね。敵補給艦ビーコンを破壊した。入ってない。シールドリペア持ってない。オッケーですね。
まあ敵にも初期締めはいるんですけど、コスト中コストぐらいが割と高いってなるから、味方のこう、すべて死ぬとこです。ビーコンが発見された。小ざかしい、潰せ。もうこれ北手ですかね。諦めて、私本気だから。指揮官から指示が届いているぞ。敵補給艦ビーコンを破壊した。いい、ここまで恐ろしになるのはそんなないですけどね。まあ、一応取れたんで戦いやすい展開になりましたね。一応安定させられたんで、この点はすごくそこも大事ですね。サンキュー、愛してるぜ。自分補給艦が誘導地点に到着した。うちいちは強いよ。レーダーぐらい問題じゃねえ。なんだ、敵の本拠点にも攻撃中だ。わしゃ、ちょっとだけだけどちゃんといけてるのは素晴らしい。出撃する地点を決める。入っていってる。味方もすげえとこに置いてるんですけど、まあ、あると敵が来なさるからこっちは恐ろしいですね。あとはちょっと来ただけ怖いです、ね。敵を撃破しました。敵破だ。1何だろう、あなたには負ける気がしないな。あと1発入れば相手はひるむか色気てたんですけどね。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるのだ。敵はどこだ。この数さすがに面倒だ。まだまだいけるぜ。これは大活躍の予感。出撃する機体を選ぶが、出撃する地点を決めるのだ。戦線に出撃だ。敵機、敵機下だ。後ろがガラキなんだよ。衝撃だぜ。敵補給艦ビーコンを破壊した。敵の本拠点を攻撃中なのだ。
敵補給車の一本を破壊した。拠点をいただきました。作戦時間が残り5分を切った。浅はかだな。次は成長してこい。日本取ってる。マジか。敵軍戦力ゲージが残り 50% を切った。敵本拠点に接近。やってやります。指揮官から指示が届いているぞ。敵の本拠点に攻撃を開始。敵指揮官から指示が届いているぞ。なところで次はどいつだ。痛い。これはあんまないパターンですね。出撃する機体を選び、ここまで行くのは出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。ほとんどこんなのはないですね。まあ、抜けてるのは間違いない感じですね。こうある程度下手すると相当抜けてると思うんですけど、最初の段階でね、途中の磯田さんも取られたあたりで、でね、こんなになるなの。A が B が割れる。なんだこれ。何の場に これは初めて見ましたけど、こんなシーンは。10人ぐらい抜けてるんではないかと思われるぐらい。いや、そんなことなかった。2人ですね。いや、本拠地に結果的に行ったのはあれなんですけど、みんなすごかった。みんなのなんかおせおせっぷりがすごかったですね。いや、階級差的にうんぬんっていう感じでは私は分かんないですけど、分かんないですね、これは。みんな分かった、あれなんかものすごいモリ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 いったなみたいな、個人の評価で感じですね。なんかものすごい、いや、まあ1は大事だろうなと思って動いていったのは間違いないんですけど、報酬を与えよう。なんなんでしょうね、これ分からないです。回復するコンテナを選ぶがいい。やっぱり銃撃が多かったから、強襲がちょっと考察が必要なレベル。いや、敵のラインが完全に崩れて、まあ、フラマーダブルゼータをぶっ潰していったっていうの各々があると思うんですけど、ちょっと極端ですね。ここまでフラマダ敵は強襲がいなかったのかみたいな、ちょっと敵の構成を見てみたいぐらいですね。そんな感じの試合でした。よくわかんないです、これは。でもただもう本当にもう謎ですこの試合は。なんかあっちでもなんかあったのかわかんないですけど、謎です。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。